レース玉川第34回日本モーターボート選手会会長賞、6日間のロングシリーズはついにファイナル12レースがピットアウトされました。出走メンバーは1号艇松田大志郎、2号艇武田和也、3号艇伊藤慶三、4号艇上原亮、5号艇山田裕樹、6号艇塩田北斗、以上の6選手です。待機行動は枠なりで進む中です。さあ、端幕付近には去年 V7 の1号艇松田大志郎です。今年はこれが4度目の輸出、そして今年初 V なるかです。その奥には2号艇武田和也です。初日から苦しい足取り見せておりましたが、見事輸出を果たしております。3コースに進んでいるのは好タイミングのスタート続く3号艇伊藤慶三、引っ張っておりまして4コース元気な今年の玉川フレッシュルーキーです。4号艇上原亮、そして5コースには5号艇山田裕樹、およそ6年ぶりの玉川、ブランク関係なしといった活躍です。6コース6号艇塩田北斗、準優での逆転劇は興奮させるものがありました。さあ、以上6名12レースの優勝戦です。枠なりで3対3、インから123ダッシュ456の進入です。優勝戦スタートしていきました。各選手あまり大きな差なくスタート体系始まりました。1マーク2号艇武田差しハンドル、4号艇の上原も差しに構えたが、1番の松田が寄せつけずの押し切りです。スタートは前提正常でした。逃げていきました人気の松田大志郎、今年4度目の輸出で初 V ということになっていきそう。リードは十分です。1周2マークの2番争いは6号艇塩田、2号艇武田が打ち迫る中、ひとっ飛びで4号艇の上原亮、ここで2番手一気に抜け出しをかけていきます。さあ、1番4番の体勢となりました。4番上原、リードの方は3停身から4停身です。この後ろでは外枠両名が肩を並べて、さあ第一端幕です。3番手抜け出しなるかは6番塩田の先前、後方を回しての5番の山田のさばきは届くでしょうか。バックストレッチ、3番手は6番の塩田北斗です。一定身で5番の山田がまだまだ懸命の追走は2周2マークです。3番手5号艇の山田が行こうというところを6番の塩田が全速で行きます。ホームストレッチ側へと折り返してまいります。今日も道中活発な全速戦見せます。6番の塩田北斗、ここで3番手後方5番の山田を突き放しました。さあ、レースは最終周回へと移っております。先頭は1号艇松田、追って4号艇上原、その後は6号艇の塩田とバック側へと抜けていきます。さらに前方に接近していこうという6番の塩田ではありますが、4番の上原、リードの方は3停身ほど。さあ、ラストコーナーへと移っていきます。先頭は1番の松田大志郎、 V 逃げとなっていきそうで、4番の上原が守るか、6番の塩田が全速フルスロットルもここまでか、4番の上原が退けそうです。146で間もなくゴール。先頭は1番の松田、自身38回目の優勝ゴールイン。4番の上原、6番の塩田ゴールインです。後方は5番山田、3番伊藤、2番の武田がゴールインです。以上第12レース優勝戦でした。